送情報をお知らせします。はじめに東北道上り線の情報です。工事のため高野のジャンクションで第一走行車線が規制されています。この時間宇都宮インターから川口ジャンクションまで70分ほどかかります。また工事のため羽生インター付近で追い越し車線が規制されています。また川口線加賀を先頭に川口ジャンクション付近まで8キロほど交通集中により渋滞しています。続いて下り線の情報です。工事のため那須高原サービスエリアの先で追い越し車線が規制されています。引き続き外環内回りの情報です。6号三郷線小杉ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで8キロほど交通集中により渋滞しています。続いて外回りの情報です。6号三郷線小杉ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで8キロほど交通集中により渋滞しています。ネクスコ東日本からのお知らせです。シートベルトは事故が起きた時車外への放出を防ぐ命を守るベルトです。後部座席も忘れず着用しましょう。ゆとりを持って安全運転でお願いします。他の情報をお聞きになりたい方はサービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は9シャープを、信号音の後に押してください。